皆さんこんにちは、ケンです。久しぶりの無印良品の動画になりますが、この夏は僕のお気に入りのアイテムがたくさんありましたので、今日はまとめてこの動画で紹介していきたいと思います。今回紹介するアイテムは、先日公開した千葉への小旅行の動画の中でもたくさん出てきていまして、大変重宝したものばかりです。それではまず小物からいってみましょう。はい、まずはこちら、立体メッシュケースです。これはこの春に登場した新しいシリーズで、全部で3つサイズがあって、S、M、L ってあるんですけど、これはその中の S のサイズのものです。で、まあ見ての通り、もう全体がメッシュ地でできていて、で、まあここにファスナーがあるんですけど、開けると大きく口が開くような作りになってます。まあ至ってシンプルなんですけど、まあ、僕はやっぱりこの YouTube とかで動画撮影する機会が多いので、撮影に関するこう小物を持ち歩くことが多くって、で小物をこういろんなポーチに小分けにしまうんですけど、どこに何しまったか分かんなくなっちゃって、こう探し回るっていうのは結構多いんですよ。で、まあこれ中がね、丸見えなので、何が入ってるか分かるっていうのがすごくよくって、僕はですね、カメラ のこうレンズをきれいにする道具なんかをここに入れてます。レンズ拭き拭きするやつなんですけど、まあ、そういったね、カメラにつける小物みたいなものをしまっておくのにすごく重宝してます。すごくちっちゃいとこなんですけど、このファスナーの持ち手の部分のループが結構大きく作られていて、持ちやすい大きさになっていたりとか、あとは側面に持ち手がついてるんですよ。なので、もうバッグの中からこう、ポーチをこう引っ張り出すのにすごく掴みやすかったりとか、まあ、すごくね、こういう細かいところなんかも使いやすさを考慮された作りになっていて、とても気に入っています。続いて同じく小物シリーズなんですけど、こちら。ナイロンコンパクトポーチです。メイク道具なんかを入れるために作られているポーチっぽいんですけど、僕は同じように撮影とか動画編集に使うような小物機材を入れるのに使ってます。まあ、ご覧の通りかなり小さい大きさのポーチなんですけど、まあ、僕はですね、この中に動画のファイルを保存している SSD と、あとはその SSD をコンピューターにつなぐためのケーブルだとか、あとはカメラのモニターにつけるひさし、明るい日なんかはこれをカメラのモニターにつけないとモニターが暗くなっちゃって見えないみたいなことがあるんで、こういったものを持ち歩くんですけど、意外とこういうのをそのままバッグに入れとくと、なんかそこの方にペチャンってなっちゃって、どこへしまったか分かんなくなっちゃうんですね。まあ、今お見せしたようなものがちょうどね、このポーチにちょうどのサイズで入るんですよ。なので、まあちょっとメイク道具入れなんですけど、僕の場合はこういった小物、撮影とか編集に使う機材を入れるのに使っています。前に別の動画でも紹介したことあるんですけど、無印のね、このメイク道具を入れる系のポーチっていうのはかなりこうガジェット収納と相性が良くって、これまた少し前からずっとあるアイテムなんですけど、これも同じくメイクポーチで、ね、こう自立するんですよ。立つし、あと蓋がパカって開く仕組みになっていて、すごくね、中が見やすいんで、僕はね、ここに充電ケーブル類をこう入れるのに使ってるんですけど、まあ、こんな感じでメイク小物ポーチ系をですね、このガジェットケーブル収納に使うのはかなり重宝するので非常におすすめでございます。ここからはアパレルのアイテムになります。まず一つ目はこちら、はい、こちら涼感ヘンリーネック半袖不白 T シャツっていう名前のアイテムです。まあ、ご覧の通り不白の生地の半袖の T シャツです。で、襟元見ると分かる通り、こうヘンリーネックになってて、スナップのボタンで開け閉めできるような感じになってます。ちょっと画面だと分かりづらいかもしれないんですけど、これね、T シャツとかとは違って、不白生地なので非常に薄くって、まあ、その分伸縮性がないんですけど、風がねすごく通りやすくって、あと汗をかいてもかなりねすぐ乾くので、暑い日にすごく活躍してます。はい、ちょっと着てみました。まあ、こんな感じで、すごくね、まあ、シンプルな黒いシャツなんですけど、生地がね不白のものってやっぱ伸縮性がないんで、僕みたいに体が大きい人の場合、サイズがね合わないときつくなっちゃって全然着れないっていうのが難点なんですよ。ただこれはね結構ゆったり作ってあって、僕みたいにね体が大きい人でも割とゆったりめに着れるようなサイズ感にしてもらってるので非常に重宝しています。続いてはこちらです。天竺編みクルネック T シャツっていう名前の T シャツなんですけど、もうちょっとね、さっきのと見た目あんま変わんないかもしれないんですけど、こっちはね、ニット地の、いわゆる伸縮性のある T シャツになってまして、はい、ということでこちらも着てみました。ね、さっきの不白のシャツよりも、さらにサイズ感が大きい感じで、まあ、見てもらってわかるように、袖もね、少し長めですし、袖口もね、かなり余裕がある感じのサイズ感になってます。あとはね、肩のラインも実はこの辺りまで着てて、かなり全体的にオーバーサイズ感の強い大きさなので、普通体型の人が着るとね、結構大きめに見える感じかなと思います。まあ、あいにく僕が着るとね、結構ジャストサイズに近いようなサイズ感に見えるんですけど、それでもね、割と、
肌に密着あんましなくって、結構こう隙間ができるので暑い日でもゆったり着れるような感じになってます。さっきの布に比べるとやっぱ生地がね少し厚めなので、風の通しはそんなにいいわけじゃないんですけど、それでもねやっぱちょっとサイズ感が大きめっていうのがあって、この夏かなり重宝してます。僕はねこのサイズ感がかなりドンピシャだったんで、この黒に加えて白も色違いで揃えました。はい、続いてはこちら、すでに着てるんですけど、アライザラシフトバンテボートネック5分袖 T シャツっていう名前のアイテムです。これはね今回紹介する中で一番今回僕が大好きなアイテムなんですけど、すごくね、デザイン夏っぽいじゃないですか。このストライプ、細いストライプもそうだし、これはねグレーベージュみたいな色なんですけど、実はねこの間公開した千葉への小旅行の動画の中で、このサイズ色違いのネイビーのボーダーのものをマイキーが着てるシーンが何カットか出てたんですけど、すごくね海とかへのお出かけに映えるデザインですよね。で、すごくね着心地もそうだし、何よりこの首元の広さが僕すごく一番気に入ってて、このボートネックってそれこそセントジェームスとか割と一般的に見かけますけど、結構ね広くって、この鎖骨が見えるようなデザインっていうんですかね、あるじゃないですか。であれがね僕ねあんまり好みじゃなくって、口がこう広すぎるとちょっとスカスカ感が出るから、ちょっと下にタンクトップを着たりしたくなるんですよ。ただこれねすごくねこの首元の開き具合が T シャツに近いサイズ感で、ただ開き方がこう何でしょう、丸いんではなくて結構横向きにまっすぐ開いてるんで、ボートネック感もちゃんとありつつ、着心地とか見た目が T シャツに近い感じなんで、こう1枚で着てもねなんとなくこう様になるし、でかつね、生地はね割と、フトバンテっていう名前の通り厚めに作ってあるからめちゃくちゃ涼しいっていう感じはないんですけど、そのおかげで、結構生地に張りがあるから1枚で着てても割としっかりした感じ、ちゃんとした見た目に見えるっていうのがすごい気に入ってます。はい、ということで今日はこの夏に僕が一押ししたい無印のアイテムをご紹介しました。特にねこのシーズンは僕的にはアパレルが大豊作でした。このね大きめゆったりにサイズ感の変更になったっていうのがすごく体が大きい人に優しい作りで嬉しい限りです。無印で、ね、なかなか合うサイズ感のものがないよっていう体が大きめの方だとしても、この春夏ものからかなりサイズ感が変わっていて、ゆったりしたものが増えているので、ぜひねトライしてみることをお勧めします。ちょっとね夏物を紹介するにはタイミング的に遅くなっちゃったんですけど、今日紹介したものの在庫がもうなくなっちゃったりとか、かなり少ないものが増えているので、気になったものがあったらぜひ早めにチェックしてみてください。ということで今回の動画もご視聴ありがとうございました。こんな感じで僕のお気に入りのアイテムの紹介や Vlog などを中心に動画を作っていますので、よければ高評価と、まだの方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。